作戦の部下ということで、今回はパターン4インプレレーションエクササイズ52をお送りしたいと思います。サックスのミキです。長らくですね、更新が止まってたんですけれども、こちらのですねパターン4インプレレーション、すごいかっこいいフレーズがいっぱい載ってる、ジャズのねアドリブですぐ使えるようなフレーズがたくさん載ってる本ですけど、使い方がいまいちよくわからないということで有名なね、まあ昔からある本ですけども、アドリブとかジャズとかやってる人はね、持ってる人多いと思います。で、それをですね、エクササイズを一つ一つ取り上げながら解説してですね、使い方までですね、まあちょっと紹介するみたいな動画をやってますけれども、今年もですね、ちょっと続きをやろうと思います。この本ですね、52の少し前からですね、コンデミが入ってきまして、コンデミってコンビネーションディミニッシュというジャズでよく使うスケールですけども、そのパターンがですね、ものすごく多いのと、あとですね、この今回からですね、まあしばらく続くいろんなねコンディミのパターンがあるんですけど、まあどれもですね結構難しめです。で、僕自身はちょっとね準備をしてきましたので、まあ再びですねちょっとぼちぼちやっていこうと思います。ジャズでアドリブバンバンやりたいとか、そういう方はですねぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。今回はですね、まあエクササイズの52番ということで、先ほども言いましたけれども、コンデミのパターンになりますね。この曲はですね、3小節で一くぐりのパターンになってて、半音ずつ上がっていくという構成になってます。最初の3小節だけ書いてみました。で、コードは一応 C7 というね、コードをつけてます。じゃあ出だしだけちょっと吹いてみますけどね。こういう感じのね、スケールですね。これもコンデミらしい音使いです。コンデミっていうのは、ディミニッシュコードが2つ組み合わさってできている8音階です。インターバル、スケールのインターバルはこちら下に書いてますけれども、このコンデミに関してはですね、イメード音でね、書くことが多いです。イメード音っていうのは、例えば上でしたら、ドの次、ドシャープって書いてますけど、下のスケールの方だったら、ドからレフラットって書いてね、ドシャープって書いたり、レフラットで書いたり、もうこういうことがですね、まあよくあります。これは見やすくするっていうのもありますし、まあいろいろ理由があるんだと思いますけれど、載ってるものによってイメードもバンバン出てきますから、ちょっとご注意ください。とりあえず下の段の音使いで説明するとですね、これ C のコンビネーションディミニッシュスケールをね書いてますんで、通称コンディミって言います。音使いはドレフラットレシャープミでファーシャープソーラーシーフラットってなって、それぞれの音階度数がドはルート、レフラットはフラットナインス、レシャープはシャープナインス、ミが3度、ファーのシャープがシャープ4度、ソーが5度で、ラーが6度、 C フラットがフラット7というスケールですね。で、これがですねちょうどその C7 で使えますよということですね。 C7 普通のスケールとだいぶ音使いが違うので、かなり変わった雰囲気を出すことができます。コンディミはですね、まあいつの時代流行ったかって言ったら、まあいわゆるビバップハードバップの1940年代、50年代以降ですかね。特に50年代とかは使う人が、まあ、多かったかなと思いますね。バップ系のですね、ミュージシャンが、よく使ってました。これアウトっぽく聞こえるんですけど、インサイドになりますからね。どこでインサイド、どこでアウトサイドってその線引きって、まあ、人によって様々ですけど、まあこれはまあ、アウトって言ったらほんまにキーをね、変えちゃうとかありますから、そういう意味ではそんなにアウトした響きではないですね。で、このエクササイズ52番はですね、確かソニー・スティットとかデクスター・ゴードンとか、ちょっと間違ってたあれなんですけど、その辺の時代のですね、サックスプレイヤーがね、よく使ってます。ブルーノートレベルのね、CD とか、まあ、プレスティージの CD とかですね、そういったもので、いろんなプレイヤー聴いてもらったらですね、こういう響き結構使ってるので、かなり効果的なかっこいいフレーズですから、ぜひマスターしてください。で、組み合わせ方はですね、下のスケールの方で見ると、ちょっとね、楽譜に訂正しましたけど、まず、ルートからフラットナインスに行って、で、次、シャープ4度に行って、で、3度に降りると。これが一塊で、で、さらに半音下がって、シャープ9からまたパターンが始まります。シャープ9から3度に行って、次6度に行って、5度に行って、でこれが二つ目のパターン。で、その次が、シャープ4度から5度に行って、次が、シャープ9、この1オクターブでのシャープ9に行って、フラット9に行って、っていう感じですね。それで1オクターブになるんですかね。それが以下繋がっていくって感じです。という、非常にこう、なんていうか、こう、システマチックというか、メカニカルなフレーズになってますね。すごくこう、ディミニッシュのね、響きがね、ふんだんにこう、押し出されてる感じの、すごくいいフレーズかなと思いますね。ぜひマスターしてください。コンビネーションディミニッシュですね、ちょっと吹いてなかったので、ね、吹いてみますね。こういう、音階ですね。オクターブ上げると、
こういう響きのスケールですね。で、インターバルはスケールが半音全音でいきますからね。全音半音という逆のパターンがあるんですけど、それはただのディミニッシュスケールになります。ご注意ください。で、あと、使い方の例としてですね、こちらちょっと書いてみましたけど、16部のフレーズでね、書いてみました。パターンホイブリゼーションの方は8部で書いてますけど、こっちはですね、ちょっと16部にアレンジしてます。ドから始めて4拍吹いてオクターブ上のドで着地するって感じですね。C7 から F メジャーセブンスのドミナントからトニックに行くっていうコード進行を想定してます。これはですね、まあ例えばですね、こんな感じのフレーズね。で、最後のトニックのとこドで伸ばしてもいいし、ドー C フラットラーって3度に着地してもいいですね。ちょっと吹いてみますけど、ということで、F メジャーセブンスの3度、ラーの音に着地することで、よりトニックの終止感をしっかり出すというか、まあ、着地して、かっこよく着地できてる感じが出るかなと思いますね。この下の米印のところですね、4拍で1オクターブ上がるっていう計算になってますからね。まあ、システマチックなフレーズなので、こうちょっと逆算してうまいこと着地するっていうのがコツです。トニックの5度とか3度に綺麗に着地できるように練習するといいと思いますね。で、あとですね、米印下の方ですけど、一拍半フレーズにするのもありということで、これどういうことかというとですね、これですね、メトロノーム、ちょっとテンポ今ね、100でね、鳴らしてます。で、これでですね、この、コンデミのパターンを6連符みたいな感じでやれということですね。で、あとスタートの音が C7 から F メジャーセブンスでうまく着地させようとしたら、シャープ4度から始めたらちょうど、まあ、いけるかなと思いますね。ちょっとやってみますけど、こういった感じのですね、6連フレーズで、タカ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 みたいなね、そういうフレーズで今うまくトニックの F メジャーセブンスの5度に着地しています。ということで、まあ一遍ちょっと試しにいろいろね、試行錯誤してもらったらいいかなと思いますね。それではですね、今からですね、僕の模範演奏入りの音源を2回鳴らします。1回目はぜひ楽譜を広げて聞いてみてください。音を確認してみてください。2回目はぜひあなたも吹いてみてください。
いかがでしたでしょうか。すごくね、かっこいいフレーズだったと思いますので、何度も言いますけど、ぜひマスターしてアドリブでバンバン使ってみてください。それではですね、今後もこのシリーズまたぼちぼちやっていきますので、次回楽しみにしておいてください。あとサックスに関することであれば、何でもコメント欄の方に質問していただけましたら、随時こういった動画とかテキストで返信します。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方、優先的に質問に回答してほしいという方は、チャンネルメンバーシップの方をぜひご利用ください。概要欄の方にリンクを貼っております。サックス戦の